むぐぐ。やるじゃないか、ジョジョ。また会おう。リサリサ先生、大丈夫ですか？シーザー、バカ野郎、不用意に近づくと波紋を食らうぜ。先生をこのままにしておけるか。解放しなくては。どきな。何？私はどうしていたの？先生、正気に戻られたのですね。おい、おめえ、今何をした？俺たちはこの聖なる遺体を探してる。この島のどこかにあることは分かってる。そいつを探して。はぁ、質問の答えになってねえぞ。リサリサ先生、リサリサ先生を戻してくれたことに関しては礼を言おう。だがここは私有地だ。勝手に動き回ることは許さん。ジョジョ、彼らについていてくれ。俺はリサリサ先生を部屋にお連れする。わしも手伝おう。結構だ。どうやら敵ではないようだが。先生、失礼いたします。オレじいさん、邪魔だぜ。下がってな。今波紋を感じたぞ。このじいさん、波紋使いか。いや、それよりも俺はこのじいさんを知っている。いや、このじいさんの波紋を知っている。ジョジョ、先生をお運びしたらすぐに戻ってくる。おい、じいさん、何者だ？あんたが波紋使いなのは分かった。だが、あんたの波紋は。じいじい、ああ言ってるぜ。説明してやりな。またわしが言うの？おめえ以上に適任がいるか。そうじゃな。わしはジョセフ・ジョースター。にゃに？こっちのとっぽいのはジョータロー、わしの孫じゃ。ふん。わしらこの時代から半世紀未来からやってきたんじゃ。にゃんだと？いきなり何を言い出すのかと思えば、未来から来た？頭パープルになるか、おめえら。そうじゃろうな。こんな話を聞かされたら誰だってそういうリアクションすると思うよ。じゃがこれを見れば有無を言わさず信じるようになるはずじゃ。わしらが時代を旅しているということをな。ジョータロー、カメよ。
おい、スピードワゴン、ちょっと来てくれんか。何？スピードワゴン？おう、呼んだか？ゲー！亀から人が出てきた！しかもこの顔はエリナおばあちゃんの昔の写真で見たことがある。ん？そのあんちゃんは若い頃のわしじゃよ。今のわしらの状況を理解してもらうためにあんたの顔を見せたかったんじゃ。ジョースターさんにそっくりだな。ちょいと話をしてみてえ気もするが、俺は今ジョースターさんがしっかり休めるように身の回りのお世話してて忙しいんだ。また後でな、ジョセフ。ダブルシャーク！幽霊なんかに出会うよりももっと奇怪な遭遇、ヤングスピードワゴン、そして未来から来た俺と抜かすジジイが目の前にいる。どうかな。まあ急に理解しろと言われても無理と思うが。いや、もういい。分かったぜ。あんたの波紋、それにスピードワゴン、とても信じられねえが、信じねえわけにはいかねえ。それであんたたち、なぜここに来たんだ。遺体がどうとか言ってたな。うん。なんだてめえ、何してる。はって、いねえな。この島には激マブの女がいるって聞いてたからよ。会えるのを楽しみにしてたんだが。ああ？てめえ、その面は、ホルホース。よう、ジョータロウ。覚えていてくれて嬉しいぜ。聖なる遺体を奪い取り、俺たちの邪魔をするてめえらを消せってよ。つべこべ言ってねえでさっさと来な。倒して手柄にするぜ。なあ、ジェイガイルの旦那。お前も波紋の使い手なのか。いや、スタンドって言うんだぜ。オープンだけ。剣よりも強い弾丸なんてシャトラン、弾丸なんてシャトランだぜ。デレーショー、波紋クラッカーボレー。オラオラ、デレーショー、リバック。危ねえぜ。おらぁ、てめえぞ。おらぁ、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 波紋の悪用で引っかかったな。任せたね。おらぁ、おらぁ、やりやがった。ゼレス、リバウンド、オーバーストライク、流し込んでやばい。
いつは叶うぜ。任せたレーターだ。止まって。うぅ、波紋じゃねえ。その力、スタンドだと。そのうちわかるぜ、ジジイ。